通人学と総合総敬戦は、早稲田大学野球部、慶応義塾大学野球部により1943年10月16日に、早稲田大学の戸塚球場で行われた野球の試合。第二次世界大戦期間におけるアマチュア野球最後の試合として知られ、別名を最後の総敬戦という。 帰らざる学友の石踏み試合から65年目となる2008年には、相次いで舞台化、映画化され、関連する書籍も刊行された。日中戦争の開始に伴い強まっていた。戦時職は1941年の太平洋、戦争回戦によりさらに強まっていた。敵国アメリカ合衆国で生まれた野球は、軍事教連に関係がないこともあって、適正スポーツとして、 弾圧の対象となっており、中東学校野球、都市対抗野球は1942年限りで中止に追い込まれた。そして東京六大学野球でも平日の試合開催禁止から始まって1940年から、周期リーグ戦は各校1回戦争あたり、1日3カード、実施イコール約1ヶ月で日程を消化させられるという縮小状態に追い込まれていた。 そして1942年10月25日の周期リーグ戦、総大 VS 立大戦を最後に、1943年4月7日には、ついに文部省がリーグ会3例を強行した。このため、東京六大学野球加盟校は、次第に活動停止に追い込まれてしまったものの、総大と経大の両校は過労じて練習を続けていた。 小泉晋三飛田水州太平洋戦争の開始直後は、花々しい戦果を挙げていた日本軍も、そのうちに各地で敗退を繰り返していくようになった。1943年には、日本近海でアメリカ合衆国の潜水艦が、日本の資源輸送船を襲うようになるなど、すでに戦局も深刻なものになっており、10月には、法文学部系学生の長平園規定士の命令が、 下るまでになった。ひとたび戦地に赴けば、生きて、故郷の、そして、学者の土を踏むことは叶なわないかもしれない。せめて最後に試合を、できるならば、バ稲だと試合をしたい。こうした思いから、境内野球部首相、坂井森一は、部長平井信を通じて、塾長、小泉新三に、総敬戦の開催を申し出た。この時、文部省からの通達により、対外試合の実施は、 大学総長の方針に任せられていたのである。出陣する学徒たちに何か、花向けを、それには、総計戦が、ふさわしい。そう考えた小泉はこの申し出を開拓。堺井、平井は、連盟理事の総大野球部顧問、日田水州を訪れ、学生野球の聖地、明治神宮野球場で、総計戦を行うことについて申し入れた。小泉のこの一戦にかける決意は固く。 文部省を通さねばならない、神宮球場の使用については、自分が交渉に当たってもよい、とまで言った。この申し出に、総大野球部は大いに喜び、境大野球部も急遽帰京中の選手を呼び戻して、練習を再開した。ところが試合実現に、大きな障壁が立ちはだかった。総大当局が難色を示したのである。軍部や、 文部省の弾圧に講しきれず、試合の申し出を横断できないでいたのである。そうしているうちに、学徒出陣の日は迫る。総大野球部は日田だけでなく部長、と農家も十郎、マネージャー間信和らが、大学当局を必死に説得するが大学当局は、見え切らない態度を見せ続ける。実はこの年の春にも、慶応義塾から総慶戦開催の申し出があったが、同様に、 大学当局の反対に愛実現できずに終わっていた。田中穂積総長が難色を示し、殿農からが必死の説得工作を行い報告隊の部隊長会議で、虚構賛成が過半数を上回る結果となっても、結局田中総長が開催を許さなかったのである。こうした事情を察して、境内側も、試合場が神宮で都合が悪ければ、日吉の境内グラウンドでも、 総大の戸塚球場でも構わないとの配慮を見せた。それでも、総大当局は、戸塚球場で実施して、事故でも起きたら、誰が責任を取るのか、と一向に試合実施を認めない。ついに総大野球部は、大学の反対を押し切る野球部として、責任を持って試合を挙行することを決意した。それでも、軍部、官僚の期限を取り何としても挙行を阻もうとする。 大学側との厳しいやりとりは結局試合当日まで及んだ。試合当日の10月16日が間近に迫っても総大当局は試合を許可しなかった。ところが新聞1 0月16日13時試合開始との記事が出た。出し抜かれた形になった総大当局は試合開始を午前8時からとし、正午までには試合を終えるよう総大野球部に要求した。 一び開始にこぎつけたのだから選手たちがこれに応じるはずもなく練習を行い、境内野球部と応援学生たちを迎え入れるうちに正午に試合が開始された。この試合は一般には公開せず、両校学生と部員の家族、野球部 OB など関係者のみに解放された。戸塚球場に着いた小泉塾長は総大側による特別席への案内を私は 学生と一緒の方が楽しいのですと断り、学生席に着席した。試合は、総大打線が、境内の久保木投手を打ち崩して10から1で勝利した。総大当局が開催になかなか応じないことから、試合実現の可能性が薄いと見た境内は、選手たちを一旦故郷に返していた。学徒出陣ギリギリの段階で試合ができそうなことが、分かり急遽選手を呼び戻したものの、 経内にしてみれば、練習不足に AS 大島の故障があり、この結果は致し方ないところでもあった。しかし、両校は勝敗を度外視して思う、存分野球を楽しんだ。突か球場に応援に詰めかけた学生たちもそれは同じであった。両校から、校歌、応援歌とともに、ありがとう、戦場で青の声が交わされる。経済生が、との西北を、総大生が、 若き地を歌い上げるうちに、両校のエール交換が終わると、どこからともなく、海いかば水く、かばねの歌声、それはやがて球場全体に鳴り響いたのである。総大野球部は、大学当局との交渉に苦闘しながらも、この日のためにグラウンドを整備し、便所に至るまで綺麗に磨き上げて、境内を迎えた。境内もこれに応え、小泉塾長が、 ザフトン代わりの新聞紙をきれいに畳み、ポケットに詰め込んで立ち上がると、学生たちも紙くず一つ残さず清掃して、突塚球場を後にしたのである。試合から5日後の10月21日には激しい雨の中、明治神宮外苑競技場で、出陣学徒総合式典が挙行され、多くの学生たちが出征し、両校の野球部員にも戦死したものが出た。 1945年8月15日、終戦の後、日本の野球の復活を告げたのは、同年10月28日に開催された、明治神宮野球場での全総競戦であった。戦争中、日田・吉枝総大野球部の関係者が必死になって、野球用具を保管し続けたことが、戦後の野球復活を早める原動力となった。そして、 両校の野球部員たちも出生先から、また、内外の疎開先から東京へ戻り、再びグラウンドに立った。1946年からは、東京六大学リーグ戦も、再開、神宮の青空に、再び休音がこだまするようになった。この試合の記録については、長い間参加者、感染者の証言でしか語られていなかったが、 ダやキューブ第9代首相の浅沼誉ットの長男がこの試合を観戦し、スコアブックを記録、保存していており、2005年に初めて公表され、これまでに伝えられてきた試合の記録と食い違っていたことが判明している。あの総計戦で最後にはならなかった。しかし、あの日の試合に関わった人たちは、もう二度と生きて、野球をやれまいと悲壮な思いで、そして本当に、 これが最後になるだろうという覚悟を定め置いていた。そのため戦後となっても1943年のあの日、戦った早慶戦をいつしか最後の早慶戦というようになった。ありがとうございます。